はい、こんにちは、谷崎テトラです。昨日はヒューマンポテンシャルムーブメントということでカリフォルニアのエサレン研究所の話をさせていただいたんですけど、今日はもう少しこのボディーワークについてお話ししていきたいなって思います。僕たちの五感の中で触覚と言われている部分ですね、今一番重要なフロンティアだと思ってるんですね。今日そんな話を中心にしていきたいと思っています。僕たちはこの視覚聴覚とか味覚、さまざまな感覚によって外界の情報っていうのを取り入れているんですけれども、その中でこの触覚というのはどちらかというと原始的な感覚というように考えられているんじゃないでしょうか。でもそうではなくて、触覚というものが生み出す知性というものがあるんだ、今日はそんな話をしていきたいと思います。さて皆さん、この図は見たことありますでしょうか。見たことあるけどなんだっけななんていう人もいると思うんですけれども、これホムンクルスと言います。脳内の感覚地図ということで、僕たちのこの皮膚の触覚というのは全て同じように感覚があるわけではなくて、とても敏感なところと割と鈍感なところっていうのが皮膚の方にはあるんですね。そして特に敏感、敏感というのは情報に対してのセンサーがたくさんあるところということなんですけれども、これを見ると分かるように、僕たちはこの手ですね、そして舌、唇、そういったところの感覚というのはとても鋭いというのが分かります。逆にこう背中の皮膚というのはあまり感覚は鋭くないということで、例えば2つの点でこう押した場合ですね、これが2つの点に感じるか1つに感じるかということを調査していくと、例えば唇とか、これ2つというのが分かりますよね。だけど背中に同じような感覚で押したとしてもそれは1点にしか感じない、例えばそういうことです。僕たちの体中にあるこのセンサーというものを知的に捉えていくというようなこと、これを触知性と言います。触知、いわゆるタッチするということとインテリジェンス、それを掛け合わせて触知性というんですけれども、触覚を通じて知覚してそれに反応する能力のことです。体勢感覚、皮膚の感覚というのは温度、そして振動、例えば小さな形状であるとか圧力、摩擦、そして自分の位置関係とか力とか、そういったようなものも感覚として捉えることができます。この触知性については渡辺淳二先生という方が書いてらっしゃる情報を生み出す触覚の知性という本に詳しくあります。その本の中で紹介されていて、なるほどなと思ったのは、触譜っていう音楽でいうところの楽譜のようなものがあるそうですね。これはボディーワークとかマッサージなどに使用されるそうなんですけれども、細かな指の使い方とかそういったようなものをまるでこのオーケストラの譜面のように触譜に書き記していくってことがあるそうですね。ソーシャルディスタンスっていうのを取る形で、人と触れるということが本当にそういう機会が少なくなりましたよね。だからこそ人に触れるということの大切さとかありがたさとか、その喜びみたいなもの、そういったようなものを本当に感じてるんじゃないかなと思います。確かにリモートワークで仕事はできるかもしれないけれども、やっぱり人間っていうのは触れることが大切ですよね。そういったようなことが単なる心地よさ、気持ちよさだけではなくて、人間の潜在的な可能性というところにまでつながっているというのがこのエサレンの考え方ですね。それにしてもこの、なぜ人間っていうのはこう撫でられたり触れられたりすると気持ちいいんでしょうか。人間には撫でられて心地よいという感覚のための専用の神経というのがあるそうです。これは C 触覚繊維というそうです。この神経というのは1秒間に3センチとか10センチぐらいの間隔で肌を撫でられた時に強く反応するというようにできているそうですね。この触れるということ、タッチということ、これタッチセラピーというように言うそうなんですけれども、手当てという言葉があるように、人は手を当てることによって癒されるということ、そして触れられることによって免疫力が高まること、そんなことが知られています。多分この時期リモートワークなどで、ズームを使って会議をしたり、遠距離で遠隔でこうしてリモートワークでいろいろ仕事をするようになってくると、微細な感覚っていうんですかね、単なるこの言語情報系でない情報系っていうのはすごくたくさんあるわけですよね。
いかにこの最新テクノロジーによってこのフィジカルな感覚というものをお互い共有していくかとか、圧であるとか温度であるとか触れた時の質感とかネットを介して、共有できるようになるとだいぶ違った世界、あくまで音とか画像というのはメディアを受け手として視聴するというね感覚だったわけですけれども、これが触れられたりとか感じられるようになってくると、なんかメディアを受け取るというよりは、新たなリアリティとして没入できる感じというのはさらに強まりますよね。情報メディアというのが進化するためには、触覚情報をいかに共有していくかっていうことがとても重要になってくるわけです。これはもちろん新しいテクノロジーでという話を今少ししましたけれども、まさにそういうテクノロジーを介する前のこの生身の人間の体はどういうように感じているのか、そこの部分こそが潜在的な可能性ということを開くということになると思うんですけれども、ヒューマンポテンシャルムーメントの中では、このボディーワークというのがとても重要な位置を占めているのはそういうような意味があるかと思います。ヒューマンポテンシャルムーブメント、今日は触覚についてのお話をしました。今日の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。谷崎テトロでした。